必死の捜索も虚しく、ザビー城での目撃情報を最後に刑事は行方をくらませてしまった。困り果てた利家と松のもとに聞こえてきたのはある一つの噂であった。犬千代様、足軽長屋より刑事が上田城で目撃されたとの噂が。上田城か、刑事の匂いがするぞ。刑事の尻拭い。の宣戦布告、しかと受け取ります。それだし、宣戦布告なんかしてないぞ。わこ殿は何やら誤解しておられるようですな。あの子、一体何？まさか刑事が面倒を起こしたのでは？見事、これで時の勢いも止まれましょうぞ。燃える血潮で全力突撃、それが真田隊。今日のご飯は何がよろしゅうござりますか？松に任せる。何でもうまい。松、それがしが取ったぞ。それでこそ私の殿。お世話。トラメはこれ。刑事を知らぬ。全国散々殺しとて暴れ回って、まず刑事にとって、運が開けましてございます。それがしマフラーを並べて朽ちるか。おい、寝てる場合じゃねえ、起きろ。部門の誉れにてござりまする。倒産するなら今だぞ。戦欲しろな、恐れず立ち向かえ。二人ともその前を走らせぬ勢いですな。
もうこんなところに準備はよいか。俺が死に続け。前田刑事ってあんたらの身内？困るね、ちゃんと教育してくれないと。ああ、穴があったら入りとうござりまする。力はこれからよ。行くぞ。いっちゃい。まだまだこれからよ。この雪村あるかい。できる。さぞや名のある大将殿と見た。皆の者、燃えるのだ。城をも焼き尽くす炎に。それじゃ本末転倒だ。頼むぜ、それに楽させてくれよな。何をしているサスケ。熱く燃えたぎれ。無茶言うなって、旦那にかなうはずないっしょ。死にはねえけど。弟子、よし、勝負と機運は我らの手。負けるか。うわ、雪村殿は今日も燃えているぞ。燃えよ我が魂。燃えよ我が槍、我が魂、命の限り震えよ。みなぎる。その勝負、この雪村がしかと見届けた。ほらよっと、人呼んでサルトビサスケ。さーて、俺様に勝てるかな。あんたらが戦を仕掛けようってんなら潰すよ。忍び、蛇
刑事が迷惑かけた。ごめんな。つまらないものにござります。あ、いや、こりゃご丁寧にどうも。それで忍び、刑事どこにいる？前田刑事ならもういないよ。まあ刑事、人様にご迷惑をかけたままで。ギルチア様、ご飯にござりまする。まず、この忍び空飛んでるよ。イヌチア様、それが忍びというものでござります。それがしも飛びたいな。あんたら見てると微笑ましくなってくるね。まず、それがし忍びに褒められた。尻尾巻いて逃げちまった方が良くない？ついてこれるかい？運が悪かったんだよ。諦めろ。ついてこれるかい？忍びがやることさ、何でもありだ。無理するな。引け。大佐、申し訳ねえ。貴様の思うようにはさせん。絶走、真田幸村、剣山、前田殿、何故戦を仕掛けるか。すまぬ、兵士がワンサした。まず菓子折り。まこと申し訳ござりません。いさしさし。おお、これはかの老舗の名家。虎の和子、刑事はどんな悪さ？刑事殿は、まず名も名乗らず喧嘩を仕掛け。まあ、武士の恥にござります。有無を言わさず、サスケを一発ぶん殴り。なんと、そのように乱暴な振る舞いを。そして、この城内を散々荒らし回った挙句。ああ、ゆゆしきことにござります。最後に、そばを食してどこかに行った。刑事、人に迷惑かけちゃダメだ。刑事殿が振る舞い、まっこと許しがたき。まずは、心の外より恥ずかしいことになります。よっしゃが足りなかったか。腹減った。
よっしゃまず行くぞ次だ犬千代様あちらでござりまする。おういざいざいざ